자, 자. 사 絶好調 야, これ夏目さんが絶好調って言われてない。いやいや、でも、うん、まだみんなその絶好調という言葉が大将のフレーズになってるじゃないですか。この生まれたきっかけって何ですか。きっかけは監督長嶋さんがよく、若い選手にさ、はい、調子どうだって聞くわけよ。でもうその声かけてもらえるのも嬉しいんだけど、で、ママですってこう答えている俺がいたわけよ。その時にコーチだった土井さんが、土井さんが俺のところバーッと首に捕まえて、厳しい、お前ダメだお前はつって、ミスターが調子どうだって言ってまあまあですなんていう選手使ってくれるわけねえだろバカ野郎って、絶好調つってこいって言われて、絶好調はそうでもないんだけどあ、そうなんですね。それからはやバカの一つ覚えてさ、もう何聞かれても絶好調絶好調って言い始めたっていうかな。これは誰に聞かれてもですか。もういやいや他ではそんなでもない、インタビューとかさ、あれでも今で言うと最高でーすって阿部慎之助が言うじゃん。あれと同じように俺のもキャッチフレーズみたいな感じで絶好調ですっていうことがみんながこう期待するようになっちゃったんだよな。ああなるほど。ああ、で 今でもそうだよ。いや今でもそうです。今でもそうだし、で、なん、あの絶好調って言葉ってもう 俺のイメージは全部湧いちゃうんだろうな。コマーシャルとかああいうので絶好調っていう言葉って最近使われるようになったよ、コマーシャルで。それは時間が経ったからね。俺が辞めて10年、ね、20年はもう使われなかったから絶好調って言葉。それは中畑がイメージの中に出ちゃうとまずいからコマーシャル、今は使われるようになってきてるけどね。そのぐらいね俺の代名詞になったよな。いや代名詞どころか、それがでもそれ楽じゃないですか。いや、まあ、楽っていうかさ、まあ、楽っていうか表現するのに簡単っていうか。だってお前調子悪いんだぞお前本当ね。まあね。そんなにいい時なんて少ないんだからお前、その時にお前それでも胸張ってさ絶好調ですってこう演技してる。だから演技っていうのはそういうとこからずっと俺、いやでも僕ら言われましたよ、うん、調子悪くても絶好調みたいな顔しとけって、そうだからまあ武士が食わねえと高い王子って言ってなんか食ったようなふりしろって、まあ、それとよく似てますよね、だから自己暗示だよな、この言葉に助かってる部分は多分にあったよとか、絶好調って言わなきゃいけないから風邪もひかない、熱も出せない、病気になれないっていうね、人生を送ることができたからな、逆に言うと、絶好調のおかげで強い人間になれたかなってところもあるよな。まあポジティブな言葉だからいいですよね。いいよな、前向きになれるから。いや僕らなんかもいまだにスーパーカートリオの、まあトリオですけど僕らなんかは、スーパーカートリオって言われるのはすごくありがたいんですよ、ね、形容詞みたいなものだな。まあそうですね、でずっと残ってるからな。でも俺いっぱい言われ方があったからな、お祭り男とかさ、まあでも絶好調には変わらないから。それはもう最高だな、まああの大将がずっと野球に携わってきて、野球に感謝してると思うんですけど、一番楽しかった時ってどこですか。まあ例えばもちろんプレーヤーと監督とは全然質が違うと思うんですけど、それもひっくるめて何が一番、どこの時代が一番楽しかったですか。楽しかった、楽しかったことはない。いやあるよ、あるけど、やっぱりありますか。これが楽しかったのかどうかっていうか、なんか苦しかった時の方が自分の中の喜びになってる部分があるわ。なんか分かります。あれがあったからあの喜びがあったんだよなっていう原点にあるのがないと。それは後付けでしょ、楽しいっていうのは。そうそれは いつですか。結構いろいろあるからな、振り返ってみると伊藤キャンプとかいう、本当みんな俺たちの絶好調に値するぐらいの代名詞になってるけどね、伊藤キャンプっていうのは。それとやっぱり長嶋さんかな、長嶋さんとの時代を過ごせたっていうか、選手と監督という時代を過ごせた時間帯かな。それは子供の時から憧れて、ずっと長嶋茂雄の3番追っかけて、それで一緒に野球ができたなんていうのは夢じゃない。夢を実現した本当の瞬間っていう時間帯じゃない。初めて会った時はどうだったですか。じゃあいやもうブルーの瞳が、あブルーって黒い
あれがブルーなんだよ、ブルー。本当にあの宮崎のキャンプで監督室に呼ばれて、君たちはな、将来のジャイアンツの幹部候補生だよ、いいか、頼むぞって言われた。あの時にさ、目をこう、目、絶対監督の 目からこう離さないように目見せたらさ、本当にブルーなんだよ、うん、水色のこう吸い込まれそうなさ、綺麗な瞳だったんだよ、うん、それが今でも忘れられない、で、今言葉言ったけど、そういう言葉言われたこともほとんどは覚えてないけどね、うん、その目にこう吸い込まれていく感じでさ、本当にね、なんか宇宙人なんだな、この人はっていう感じの世界の時間帯があったな。まあ、長嶋茂雄さんに憧れて、なりたかったんですもんね、長嶋茂雄に。そう、追っかけたんだよ。何パーセントぐらいなれたと思います？いや、言って、言うの好きなんでしょ、うん、言っちゃってください。うん、どうでしょうどうでしょう、まあ、半分までいかないだろうな、半分まで。でも俺の中では 100% だけどね、俺の中では 100% なんだけど、本当に長嶋さんと比較してどうだって言われたら半分いってないな、うん、俺の中ではもう 100%、 100% 以上いってる、うん、これだけ関わってきて、長嶋さんと人生を野球人として歩ましてもらってさ、いろんな体験させてもらって、うん、それは長嶋茂雄と関わってなかったらこのポジションにいないもんな、きっと、俺の野球人生は、うん、あ、そうですか、うん、だから少しはそういうふうに終わってみたときに恩返しできたかなっていうね、野球人でいられるというね、スタイルが一つの恩返しだと思うんだよな、うん、だからこれからもこういう野球界に携わりながらね、うんうん、それでも最後まで親父の背中を追っかけていきたいね。まあ、長嶋監督がジャパンの時に、うん、君たちは伝道師となって、うん、はいはいはい、後世に伝えてくれと、うん、やっぱ我々もおそらく、うんうん、そうだよね、 そうな、うん、その仲間の一人だったと思うんですけど、うんうん、ね、あの時の覚悟な、はい、長嶋茂雄の覚悟というのをあの言葉に感じたし、うん、自分の野球人生で最後のユニフォーム、うん、このユニフォームを着て俺は日本国民にメッセージを送って答えを出すんだっていう覚悟っていうのをあの時は感じてたな。本当にあのオリンピックはね、長嶋茂雄の集大成っていうのをさ、すごく感じて、そうですね、時間帯だったね。いや、僕はあの大将に言われましたもんね、長嶋さんはおそらく最後のユニフォームになるよって、だからお前たちも覚悟を持ってやってくれよって言ってましたもんね。まあ、それも大きかったよな、プレッシャーの中にはな。俺らの覚悟もあったもんな、うん、そういう点でな。いや、そう言われて僕らも覚悟しましたよ、うん、でもドラフトの時に、うん、例えば巨人じゃなかったらどうしました？じゃあ巨人じゃなかったら、はい、なんで突然お前そんな話するの？いやいや、それするの？いや、それだけ長嶋さんに憧れて、その、はい、巨人に絶対入りたかったわけでしょ。いや、全然ジャイアンツに入って仕事になるわけないじゃん。出なかったら勝負にならないんだから、俺ヤクルトに来たんだよ、ね、ヤクルトのサードが薄かったからそう、長嶋さんはどこ行くんですか？いや、長嶋さんっていうのは憧れの存在だ。結果ですか？結果。そうだよ、お前、人生の中で長嶋さんを目標にして頑張ってきたっていうのは俺 の 目的意識じゃん。いや、俺そこまで憧れてるんだったら、いや、巨人じゃなかったら行かなくて巨人のドラフト待ったよって言うのかなと思ったら、いやいや、全然そうじゃない。ヤクルト行きたんだよってまあ、これも最初らしいですけどだってそう、ジャイアンツ行って V9 の選手が全部ゴロゴロいてさ、そんな雰囲気全くなかったもん、隙がないっていうのかな、うん、だから俺劇団の中に入ったような感じだったもん、ジャイアンツに入団した瞬間なんか、お前みんな、漫画の世界の人たちだなと思ってさ、入っていけなかった自分が。なるほどね。宮崎の玉川の初日なんか、もうなんかこう、入っていいのかみたいな、そうそんな感じですよね。ま、漫画の中でどうやって入ればいいんだみたいな。だからこっちから声をかけることは一切なかったね、みんな先輩から声をかけてもらうことを、期待しながら。やっぱジャイアンツの強さって、そういう緊張感の中から、やっぱ自分の力を発揮していかなきゃいけないわけじゃないですか。だからそういう重さもありますよね。でもいい球団だったよ、あの高田さんとかさ、土井さんってさ、結構やっぱりガが強い人たちで、いや、本当なんだよ、やっぱり勝負根性。
それからレギュラーを取って、レギュラーを絶対を引く、また若者に取らせるかっていうね、そういう雰囲気ものすごくあったんだけど、いざとなった時にね、すごいいい言葉かけてくれたな。土井さんなんか、俺、初打席初ヒットって甲子園なんだよ。山本和津さんがピッチャーで代打で行って、センター前のヒット打って出塁して、で、次のバッター土井さんがショートゴロ、ゲッツーで、で、本当に、その初ヒットが短い時間で終わったわけよ。で、ベンチに帰ってきて、で、後ろからトントンと土井さんが、お前の初ヒット生かさなくて悪かったな、つってポンと言ってくれたんだよ。もうそれ今でも忘れないね。うわぁ、いいチームだなと思ってさ、すごいその言葉をかけてもらえる。いや、なんか心が通ってますよね。通ってる。だって、まあ、若造も若造だよ、うん、これ俺のことなんて何も知らない人が、うん、それも大スターじゃん。 V9 選手で雲の上のような人の、うん、なその先輩からさ、ポッと声かけてもらった瞬間にさ、なんかね、生き様とかさ、はい、自分の行かない、生きていかなきゃいけないその言葉の使い方とかさ、うん、そういうのにヒントをもらったような気がしたな、うん、あ、これだなって、うん、こういう心遣いっていうのは一番人って大事なんだよなっていうものを教わったな、うん、あ、高田もそうだけどね。まあ、最後の質問で、うん、大将にとって巨人って何ですか？巨人は今となっては夢を実現させてもらった環境、野球という素晴らしいスポーツに、巡り合って、その中でこんな幸せを与えてもらえた環境を準備してもらえたところ、うん、だから人生そのものじゃないの、俺の。じゃあもう感謝してもしきれないという無駄よ、うん、今は OB 会長っていうね、肩書きもらって、で、DeNA のファンからよく言われるんだけどさ、もう帰ってこれないんですかって。ジャイアンツの OB 会長やったらもう無理なんですかってさ、言うから、ね、それは別問題だって言ってんの。まあ、そうですね。別問題なんだけど、でもやっぱりジャイアンツの恩というのは、もう味わったのは間違いなくさ、一番強いものを味わってるわけだからさ、その恩に関しては外せないしね。ただ DeNA も本当に俺の野球人生の中で、これほど、まあ、色を出して、うん、自分の色を出しながらお前らとは一緒にできたっていうさ、あの4年間はこれも俺の財産だな、うん、あ、確かに。でもジャイアンツってやっぱりいい球団なんですね。うん、いい球団だね。あ、もう今でもやっぱり、中に入ってみて分かるんじゃないかな。たっちゃんなんか1年ぐらいそうすると やってもらえた。いや、そしたら余計分かるでしょうね。ジャイアンツの量産性が、もうそれはね、出てみて初めて分かることで、いる間はそんなに分かんない。やっぱりだからもう当たり前に思っちゃう。大将も DeNA を経験して、うんうんうん、改めて、まあ、感じるものもあったし、そう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 、まあ、DeNA の良さもあったし、余計感謝したいところがある、ある、うん、経験できてな、うん、本当に。そうですね。ああ、まあ、長い間、うん、ありがとうございました。いやいや、どういたしやがってと楽しいお話を。とんでもないです。まだ話はつかない。俺はだって真面目な話しかしてないからな、悪いけど。分かってますよ、はい、別に。いや、なんかね、真面目な話で、うん、大将の良さをちょうどもうちょっと引き出すつもりだったんですけど、いやいや、こんなもんでしょ。意外となんかこう、しんみり話して、あ、いいです。 でも楽しかったです、はいはいはい、ありがとうございます。まだまだちょっと聞き足りないんですけど、うん、また会ったらいいじゃない、はい、またよろしくお願いします。人生は長いよ。そうですね、はい、頑張っていきましょうよ、はいはい。